後ろを取られるので、先ほど言うた骨盤をくるっとこっちへ回します。その時に軸足をしっかり定めて、こうやって回ってたらね、バーンといかれる。骨盤がくるんと向こうに向かって回ります。しっかりと、ね、でこの手を押さえ持って相手の顎を出します。こう取られたらこっち側に乗って乗ってパンと回ります。でパッと、取られたら、体を、軸を一本作って、そっちに向かって体を相手の方に向けます、ね、で手を持ちながら胸を張ります。相手の顎に、柔らかく手を伸ばします。これ押したらダメですよ。押さずにこっちで引いて、こっちで押す、まあ、押し引きで上げてください。そうすると体が伸びますので、そこに伸ばしたまま下ろしてあげてください。ピタッ、ね、これで固まります。外へパッと引きながらこっちへ。そうそう。体の真ん中をパッと。そう。でこのまま腰を回します。そう、はい、そうです。体の相手の正中線にピタッと入るとこんだけ伸びますけども、ここにちょっとでもこうなると緩みます。優しいからね。体の中心にピタッと張ってください。でその時にこれで押しても何ぼ押しても相手何ともなりません。手で押してるんです皆さん。そうじゃなくて、さっき言ったように体を軸をしっかり作って、上半身も軸です。この軸が少しでも押そう思って前へ傾いたら効きません。軸はさっき作った軸の通りで体を伸ばすと効いていきます。それからここのところをこうやってみんな掴んでるんです。こうすると効かないんです。ここ掴んだら効きません。これは大東流はできるだけ接触点を少なくする、ね、ここ手刀でパッと触れるぐらいが一番効きます。はい、ですか、ね、軸を今こっち作りましたけど、この軸からこの軸はあるんですよ。この軸はあるんですけど、少し体をパッとこう引くと針ができますから、ね、そこを落としてあげてください。押すんじゃなくてここをパッと引くんです。体をパッとこう押し引きを使わないといけません。それで相手に寄らずに腰を切ります。腰を切ります。この腰を切っていく。そう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 。